長は長篠の戦いで武田を完膚なきまでに粉砕。もはや天下で彼に対抗できる者はただ一人となった。越後の龍上杉謙信。長篠の戦いの後、謙信は上洛準備を始める。天正5年、ついに上杉軍は上洛を開始。そしてこの機を見計らって久秀が反旗を翻す。久秀は死に参上に籠城し、信長の軍勢を待ち受けた。今度こそ信長の、いや天下の運命を奪うために。反逆の将、松永久秀の乱。おお、光秀、敵城に単身乗り込むとはどういうつもりだ？さては、我が輩と一緒に背こうというのか？やはり貴様も信長を信じられなくなったか。いいえ、信長様に対する忠義はいささかも揺らぎません。ああ、我が輩の周りはそんな奴らばっかり。江戸川である。久秀殿、今降伏すれば信長様もきっと許してくださる。もういい、許されるのはもうたくさんだ。帰って信長に伝えろ、もう一度許すと言ったら我が輩は自爆してやるとな。悪党はお好きかね。いらっしゃいませ。お買い得品、毎度ありがとう、毎度ありがとうございます。毒のあるやつもお好きかな。おお、宗則、心の友よ。我が輩の味方はやはりお主だけよ。柳生は松永殿にはお世話になってるからね。でも信長に背くなんて思い切ったね。これまでも何度も背いてきた。その度に許すで片付けられてきたのだ。金に閉じ込める、穴に落とす、鉄砲を詰まらせる、どれもチンケで古典的ないたずらだよね。チンケっていうな。どれも今一歩のところまで行ったのだ。で、ついには本格的な謀反と。今度こそうまくいくといいね。この戦、我が輩が勝てば悪の勝利、我が輩が負けても、今度こそ信長は我が輩を許すまい。すなわち、どう転んでも我が輩の勝ちだ。信長はすでに我が輩の術中よ。
長様に逆らうことは許されぬ。任された。謀反人松永久秀を討ちます。信長の残す木を取るのは光秀か。まずは東に陣取る。あやつを狙え。信長、茶番は終わりだ。久秀、信長を楽しませよ。はいはい、敗北条件を説明します。我が輩が息子の久通が死んだら終わりです。敗北、死に歪む幸運みたい。奴の周りの敵を倒し包囲してやれ。お衆将様、情に勝負いたせ。これは見事なお手並み。よかろう。光秀、今会いに来た。敵が迫ってきましたか。一度引き、体勢を整えましょう。敗北。さっさと奴らを倒せ。光秀の包囲を完成させるのだ。敵将討ち取ったり。警備は手薄でございます。手引き隊員、大殿もきっとお褒めくださるだろう。内通者がいただって。急ぎ天守の守備を固めろ。もうはいらぬか。西綿の首はここぞ。またぞ、まかり通るぜ。待て。任せた。相手となる。我が部に挑め。
せるわけなかろう。人を騙すとはこういうことや。やべえぜおじき、はめたつもりがはめられてた。正信らの寝返りは偽りでしたか。さて、そろそろ信長の運命を奪いに参ろうか。開門。罪を犯した光秀に代わり指揮を取れ。ははぁ、皆の者、松永軍を押し返すんじゃ。ご愁傷様。覚悟せよ久秀、長年の因縁に決着をつけてくれるわ。開門。よかろう。怖い、我が輩のことをそんなに恨んじゃいや。秀吉、貴様の弱点は知っておるぞ。貴様も優しいものだ。おいつ様を狙っとる。いかん、院長にしてやってやっとれば。開門。不卒な真珠の人だが大丈夫かい。行くさを知り、戦を指揮すべき者が単独行動に出たぞ。織田の将どもも戸惑ってやる。秀吉様、あっ、任せる。タックの手の上で踊らされちゃったか。ここは俺たち軍師が頑張るしかないっしょ。開門。重ねてしまったわ。ご爪を通り抜ける久秀の増長もこれまで。運命だ。主の不手際を軍師が挽回する。なんと麗しき主従愛。秀吉、すまんな。我が輩人の恋路を邪魔するのが大好きなの。くせい、救援こう。しぶとくなくては悪党と言える。運命だ。敵将、討ち取ったり。天に盾突き、世を乱す火種、消そう。ここで果てるわけには。
討ち取ったり。上杉軍はまだか。我が戦力だけでは信長は仕留められる。仕方ない。旧友のあやつ剣心だけでも呼び寄せてもらう。敵将討ち取ったり。殺よいな。怪我人は死ぬより手間を奪う。殺が心情なんだが大丈夫かい。お主さん入るか。身のほど知らずめ。ご愁傷さま。軍師だろ、最後に教えてやろう。頭脳とは悪事を生み出すためにあり。おお、見よ、織田の将兵よ。軍神上杉謙信が松永の加勢に参ったぞ。あれはどこからどう見ても謙信。止めねばなるまいぞ。開門。よかろう。愚か者どもが釣られおったわ。信孝、行くぞ。持参した分は乳母働きで返すのだ。本心さん、さまざまな関係を申すのは戦力者は埋めがたい。涼しい感じの眠が行く。あの剣心にあまり近づかれるとバレる。接近する前に背後から撃ってしまえ。あの余裕。我が輩、何か嫌。
な予感がする。信長さん、増援が到着しました。今度こそ久秀を追い詰めましょう。信長め、まだあんなにも兵力を。こら、残せるとなっては、もはや城に引くしかない。信長は打てずじまいか。どうするのかな、松永殿。こうなったら派手に自爆してやるわ。さすれば運命は我が輩の手の中のままよ。うぬを許そう。ただで助かるのが嫌ならば、そのつまらぬ茶釜一個代償にもらってやる。断る。
の茶釜も運命も我が輩のものだ。危ない。背ききれぬか無価値。みんな死んでいく。私は一体どうすれば。